皆様こんにちは。青森市中央卸売市場からイベントのお知らせです。今週12月16日土曜日、今年最後の水産の朝市を開催します。午前7時からマグロ、カニ、ホタテ、スジコなど新鮮な旬のお魚の一般販売を行います。また当日はご来場の皆様へ体の芯から温まるタラのジャッパ汁300食の振る舞いも予定しております。今日は水産物の一般販売の様子をご覧になっていただきます。それではどうぞ。水産仲卸売場です。今日の振る舞いは三平汁です。それでは食べてみます。美味しいですね。新鮮な素材をふんだんに使っていてとてもしみります。寒さにもバッチリです。水産の朝市のおすすめを教えてください。はい、マグロですね。マグロです。マグロです。はい、この時期の本マグロは脂ものって、本当に最高ですね。寒くなってればもう脂乗ってくるんですよね。調理方法は教えてください。はい、はい、調理方法は、はい、例えば何でいきますか？ステーキ、それから血合いは唐揚げですね。唐揚げカンロニ、カンロニ、あとこの辺はスプーンで自分で取るやつですね。中落ちるだけ。テーブルに立っては塩コショウでフライパンで炒める、もしくは味付け、煮付けですね。醤油で煮付けで最高ですよ。油もあって、あとは余裕ある人はこういう感じでこれをお家で料理、どうですか、北川さん。なかなかうちの料理ですね。あ、そうですか。釜もですね、まあ、テクニックある人だったら皮剥いで、お刺身用の部位もあるんですけども、ちょっと家庭でやるとこんな大きかったらちょっと無理かな。だから焼きですね。そういう感じですかね。水産の朝市のおすすめを教えてください。はい、なんといっても、冷凍のカニがおすすめとなっております。豪華なタラバタッケ、それから毛ガニもおすすめです。毛ガニは中心サイズが、今年は大きいサイズが、主力サイズとなっておりますので、ぜひ食べ応えをあるカニを食べてみてください。その他おすすめはございますか？はい、定番商材としましては、スジコ関係もご用意しております。ベニコ、それからトラウトコもおすすめですので、ぜひ、ご賞味ください。よろしくお願いします。冷凍カニ、スジコなど今お買い得となっておりますので、いかがでしょうか？今度の土曜16日は水産の朝市へお越しください。待ってます。